はい、それでね、本日も楽しくスマブラやっていきたいと思います。で、60ファイター目のね、VIP 挑戦ということで、キリがいいのでね、まあ、ベヨネッタをかっこよくね、即死コンとか決めたいなと思っていじり始めたんですけど、諦めました。まずね、ちょっとトレーニングモードで練習した風景があるので、そちらをどうぞ。ベヨネッタマジでわかんねえな。ベヨネッタマジでわかん。こいつマジでわかんねえんだけど。ジャンプして、横 B、上 B、横 B で、キャンセル出ないんだよな。ベヨネッタはわかりません。あ、いった。これでいいんか。でも帰ってこれないんだけど。どういうことっすか。あ、あれか、ジャンプキャンセルやるから、ジャンプは1個残ってるはずなんか、ここでジャンプキャンセルで、ジャンプキャンセルで上 B やれば、そうか、バーだと。ここでやって、で、これジャンプキャンセルで、あ、今ジャンプ使っちゃってるから今帰ってこれんね、今な。そうだな、多分な。ダメだ。ジャンプキャンセルができません。ギリギリ帰ってこれた。ジャンプキャンセルは無理だな。なんかキーコン変えたらいけそうな気がした。ダメか。キーコン設定をちょっと変えれば、これいってる。あ、できた。ジャンプ一回使って帰って、あと連打なんだな。もう連打しとけば連打しとけばいいんだよ多分。これは残ってる。あ、残ってるわ。やっぱ連打なんだな。できたわ。ほい、ほい、ほい。これは、ジャンプが OK。ジャンプあった。これ実戦だときつくねえか。これジャンプある？残、あ、残った。いったわ。はい、ということで、練習したんですけど、あれからですね、10時間以上経ってまして、無理っすね、こいつは。あのね、撃墜技がほとんどね、ないんだよね、普通にやると、空後、空下、前投げ、崖際での前投げぐらいしかないんで、だから空後はそんな当てやすくもないので、復帰阻止もそんないけないので、こいつっていうところで、私にはね、ちょっとコン、即死コンとかがコンボがないので、かなりきついんですけど、まあ、このままでいきたいと思います。お願いします。はい、では、ジョーカー行きましょう。で、ウェビーキャンセルなんですけど、トレーニングモードで一旦キーコン変えたんですけど、まあ、そっちの方が確かやりやすかったんで、Z ボタンを、ジャンプボタンにした方が。ただ、やべ、一気になんか41%くられたんだけど、やば。待って、これ全然面白くないな。しゃべれない。よし、ダメか。外出されるだろうな。でしょうね。で、何喋ろうとしたんだっけ。あ、よかった、ラッキー。ダメだ。めちゃくちゃ真剣になってたから、今。何にも話せなかった。特殊コンは無理なんだよなぁ。あともう、コンボがよくわかってないし。空中で多分横 B やる方がいいんでしょ、多分。激痛に持ってるには。その辺がよくわかってないんだけど。いや。これは、あ、逃げられた。ダメか。152-1。死ぬんじゃね、これ。前投げはまだ行かなかった。あ、ダメだ。DA で。ラッキー。前投げして。これは無理だな。ちょ、なるべく時間稼ぐか。もう、やられると思え。撃墜。もう撃墜されると思え。DA でやられんの届くんじゃない。足長くね。畜生。もう 54% かよ。めっちゃ下火してくんな。
82%。 何かあったら下火だな。崖橋とか崖をやっても下火してくるから。108。いやー、ガードしとけよかった。でも反撃は、待って、着地隙やば。今超普通にやったんだけどな。仕込んでんだよな多分な、もうな。回避、前投げ、ダメだ。これ来たな。弱だと行くの。これ勝てっかなあ。来た、これが回避を入れてくると。やば、67%。絶対するね。ちくしょう。これが入れば、わりかし、アルセーヌが消えてくれれば。よし、消えてくれた。これ帰ってこれな、来た。あー、回避ミスってね。ラッキー。たまたま当たった。勝ったーもうね、1000万勝ったらもうビッグだと思いたいんだけど、投げんだよな、ここからまだな。無理なんだよな、絶対。でとりあえず1100万勝ったところからまた取ってきます。はい、それではね、ベヨネッタが1100万来たんでいきたいと思います。もうこいつはもう無理だ。まあ何キャラかなんか毎回言ってる気がするけど、こうね、隙が全体、着地隙も結構なんかでかいんじゃねえかな、こいつ。はい、では、テディ行きましょう。7分3スト。まあ、コンボとか即死コンとか覚えればね、なんかよくわかってない。何個か YouTube 見たんだけど、よくわかんないんだよね。ウェビーキャンセルどうやればいいんだかわかんない。あれ。あれも、あれ入ったら何がいいんだか一部よくわかんないんだよ。スマッシュもね、リスクあるからなんで打っちゃったんだか、よく多分打っちゃうんだよな、でも。なんかパーセント稼げるのがあんまないんだよな。よし。で、回避入れてくる。OK。絶対回避入れてくるんだよな、あれ。OK。下、メテオあるからな。あれがハマりゃだいぶ有利なんだけど。これ来た。出て、トン、トンで、トン。あ、行かなかった。回避入れてくるんだよね。だから大体、回避狙いの、下で待ってスマッシュっていうのが結構使えるね。あー、当たんねえ。やば。ダメだ、上から帰ってきた。危な、ジャック入れたいんだけどな。いやー、ジャックでごまかされんだよな、あれ。ほんと最悪、つかめねえし。てか、このめちゃくちゃおいしいやつ、 30% 稼げるやつ、テリーの。チクショはタイミング合わせて。あ、あった。崖際での読み合いが勝った。じゃあ。で、ジャックが入る。めっちゃ行きたい。来たメテオが入りゃな、美味しいんだけど。1100万買った。すいません、ちょっとあんまり見せプレイができないんで、もうベヨネッタこれで終わりたいんで、もうあとVIP昇格戦でお会いしましょう。すいません、3試合しかやんないですけど、もう僕にはベヨネッタお見せできないということでいきます。はい、それではベヨネッタはVIP昇格戦来たんでいきたいと思います。頼むぜ、もうね、もうや、もう無理だこいつ、やら、はい、もう一発で決めさせてくれはい、じゃあ昇格戦、顔がんかあんまり勝っててねえんだよな、ベヨネッタで。もうあれだな、もう、カズヤと一緒で VIP 行っても多分ほとんどもういじることはないと思われるキャラだな、もう、ベヨネッタ。これ、あれ、なんで？なんか入んなかった。なんで？ちょ、待って、待って、あれが入らないでめっちゃ持ってかられたんだけど。メテオしたいんだけど。無理だよな。
いやー向こうの BA 早い、 BA じゃねえ NB だつ。回避 OK。 いやーあれハマりすぎなんだよな。いやダメか、いや帰ってこれるよなー。いやー3段目で当たってしまった。最悪、足投げ空前広くね。よっしゃ、とりあえずワンスト、もうお願い、なるべく稼ぎたい。稼ぎたい、ダメだ、オラッキー頼む。これはもう相手のミスでももういいんだよ。もう卑怯って言われても何でもビップで行くんだよ。ビップ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 、ビップ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 。待って、少しでも稼げ。少しでも稼ぐんだ、稼ぐんだ。あ、これ無理だ。もうこれ以上繋がんねえ。67。これいけるだろ。あ、終わった。いやーん、よし、とりあえずまだ来た。素晴らしい。いやーん、あれ投げ。危ねえ。70% か。ミストリーノの 70%。どうだろう。やばい、やばい、危ねえ。これで解除だろ、一旦。92。あ、逆だった。105。いや、行かなくていい。復帰阻止行かなくていい。いいよ、もう。118。いや、もう無理か。さすがに。やべえ、あれ、チャンスだったんだけどな。スマッシュ入れられる。いや、なんか隙出してくんねえかな。隙。変に下火やると。あ、いた、時間かかった。もう私のせいなんだけどさ、私の即死コンとかあのあれができねえからなんだけど、とりあえず行ったわ。やったぜ、もう二度といじることはない気がする。カズヤと同じく。あー疲れた。めちゃくちゃやってますね、ベヨネッタ。はい、ということでこれ60ファイター目達成ということで、またね、楽しくやっていきたいと思います。ベヨネッタも楽しかったけど疲れすぎたということで、プレイ時間ね見て終わりたいと思います。はい、でも総プレイ時間数、あ、でもこの中にね、上位8の中にね、や、もうこんぐらいやってる気持ちだったんだけど。え？あ、やっぱそうだ、20時間だよね。結構やってる。上から10、うん、さすがに、このね、1、2、3、4、この辺私スマブラマジで初心者だった時だから、この辺はまあ除外するにして、マリオぐらいまでは。まあ、パルテマン強キャラだから、これパルテマン10キャラ目ぐらいやったからね。まあ、なんだろう、なんとも言えないけど、でもやっぱめっちゃかかるな、多分、ベヨネッタ。うん、ということでね、参考にしていただければと思います。それでは今日動画はこれになります。これで以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。